時間を取り戻したぞ。ありがとう、冒険者よ。あなたがイチさんだったんですか？いかにも。不覚にもマッドサイエンティストのタイムリワインドを食らってしまって、少年時代まで戻されてしまっていたのだよ。しかしお前たちのおかげで失われた時間と記憶を取り戻すことができた。さて、私に何か聞きたいことがあるのだろう。何なりと質問してくれ。早速、国立研究所の事故は一体何があったんです？ああ、国立研究所の事故、あれは事故ではない。まして失敗でもない。成功なのだよ。もしかして連鎖連星実験？そうだ、連星には時間がかかる。武器や防具なら数時間、モンスターのような生命を錬成する場合は数日かかる。ほとんどの錬成は使ったマテリアルの総重量よりも出来上がったものの方が軽い。これがどういうことかわかるか？いえ。錬成をすると失われた質量がエネルギーとして空中に散逸しているのだ。連鎖錬成とは、この散逸したエネルギーを次の錬成に使用し、次々と錬成させることだ。ただし、モンスターの錬成には数日を要する。その間にゆっくりと散逸するエネルギーを再利用するなんて無理な話だ。それを可能にしているのが時のドラゴンの時空短絡だ。時空短絡とは、ある2点の時間と空間をつなぐ能力だ。複数の錬成反応の散逸エネルギーを時空短絡を使って集め、新しい錬成を誘発させる。新しく始まった錬成反応をまた次の錬成にバイパスする。これを無限に続けるのだ。かなり難しいお話ですね。そんなブブの言葉は聞こえなかったかのように、イーチは話を続けた。100年前、パルケルス様は大連鎖錬成実験をされた。そのキーデバイスが時のドラゴンだ。実験は大成功だった。しかし同時に膨大な数のモンスターが錬成され、時空短絡が作り出したバイパスを通って、あらゆる場所、あらゆる時間にモンスターがばらまかれてしまったのだ。つまり時のドラゴンを倒せばモンスターの発生は止められるということですか？いや、残念だが時のドラゴンはもういない。え？どういうことですか？大連鎖錬成実験の衝撃で粉々に消し飛んでしまった。ではなぜ今でもモンスターが発生しているのでしょうか？今発生しているモンスターは、大連鎖錬成実験の時に発生したモンスターが時空をバイパスして出現しているだけだよ。つまり100年前のってことですか？そうだ。ということは発生は一時的なものなんですか？いや、今回実験をして分かったが、錬成は過去の時点でループしている。つまり現在から過去の連鎖錬成を止めることができない。それってモンスターの発生を止める手段はないってことですか？残念ながらそういうことだ。止めることができない。貴重なお話ありがとうございました。M。あ、あと、ホチホクのニナさんが探してましたよ。そうか、ニナが。しかし、私はここで、連鎖錬成実験の結果を調査しなくてはならない。すまないが、私が話したことを君たちがニナに伝えてくれないか。
わかりました。ニナさんに伝えておきます。ニナによろしく言っておいてくれ。モンスター発生の秘密を知った二人。本当にモンスターの発生を止める手段はないのか。以上なんですか？こら、女性に年齢を聞くなんて失礼でしょ。